小原流は、日本の池花の流派である。目黒賀状園、池花百段階段2018での、小原流家元、小原広隆による、フラワーアレンジメント1895年に、池の坊の門邸であった小原雲心によって、創始された。1910年大阪府立博物場で花会を、して、小原式国風森花を名乗り事実上池の坊から、独立した。 流派が世に知られることとなったのは、1912年、第1回おばらしき国風森花展を、大阪、三越において開いたことに始まる。雲心が生み出した森花は、口の広い水盤に、剣山を置き、花を盛るように生けるもので、これにより、従来の線的な表現のみならず、面を生かした多様な表現が可能となった。当時の伝統的な池花界の人々からは雲、 心独流、雲神流と、風評され認められず、床の間に森花を生けるのは長襦袢で人前に、出るようなものであると、辛辣な評価をするものもあった。しかし、伝統的な生け花界が受け入れなかった、洋花を取り入れたり、雲心の森花は、日本の洋風化した生活には、敵視大衆には、急速に受け入れられることとなる。1916年正式に、 小原流と名乗る。小原雲心の後を継いだ長男の二世家も大原、幸運はデパートなど、あらゆる会場を使って、展覧会を開き、当時の一般大衆に、小原流竜池花を浸透させることに努めた。また、伝統的池花会では、個人対象に伝授する方法が取られていたが、集団的教授をする方法を取り入れ効率化を進め、男性が独占していた。 教授職を女性にも解放し近代化した。商人を志していたこともある幸運は、経営の才覚に優れ、池花はそろばんなりとの名言を残した。現在、一般財団法人小原流の形態を取り、日本全国に146支部、国外に64支部を有する。目黒賀助園、池花百段階段。ありがとうございます。